琉球ドラマナイト閑古鳥の泣く夜。中部の方になんかトンネルがあるんですよ。まあ何の変哲もない長いトンネルなんですけど、トンネルの上にですね、実はシーサーが置いてあるんですね、一つ。で、反対側にもう一つ、あるんですけど、なんでシーサーが置かれるかっていう話なんですけどね。シーサーってまあ魔除けなんですよ。で、そのトンネルで、まあ、なんかちょっとおかしなことがいろいろあったらしくて。で、ある雨の日に、トラックの運転手さんがこう、そのトンネルを走ってると、後ろからカタ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 音がするんですね。あれ、荷物がなんかなったのかなと思って、こう、バックミラーを見るじゃないですか。すると、その、まあ、運転手さんって、座席の右側に座ってますよね、運転席。左側の座席に、小さい子供の手が、シートベルトの止める場所あたりからふーって出て、シート掴んでるんですよ。当然びっくりして、うわーってなって、車を止めるわけなんですけども、そんなのがまあ、頻発したと。で、まあ、とりあえず、シーサーをきれいに置いて、対面を取り繕うというか、それで収めようとしたんですが、なかなかそういう話が絶えないんですね。で、ある時、大雨が降って、少し斜面が、トンネルの上の斜面が崩れたんです。で、まあ当然危ないので、重機が入って、そこをまあ埋め戻す作業をしたわけですが、その時に、斜面からですね、G 紙紙が出てきたんです。つまり骨壺ですよね。中を開けてみると、子供の骨が山ほど入ってると。で、地元の古老の人に聞くと、昔そこは8歳までに死んだ子供の骨を晒しておく場所だったと。で、その獅子神をちゃんと供養してから、子供の腕は出なくなったそうなんですが、まあ今も語り継がれている某所のトンネルの話ですね。今日もちまして閑古鳥の鳴く夜第100回、はい、ということで100物語完結です ね。なんか起こるんでしょうかね。いや、なんかさっきからちょっとスタジオでいろいろ、またろうそくの火もあってるし、コラさんがなんだっけ、火の玉を見たんですか。いやいや、なんかね、そう、そこにあの、うん、iPad かな、 iPad じゃないの、なんか、うん、クリアファイルがあるんですけど、はいはい、スタッフの、うん、そこのね、ちょっと上の方を光が横切ったんですよ、うん、なんか反射したのかなと思って、はいはい、まあ僕のメガネか、うん、あるいはその何か光が反射してそこに映ったのかなと思ったんですが、はいはい、それらしいものはありませんでした。いいですよね。まあ許容範囲ですよね。こういうのはね、まあ、よくあることですか、うん、よくあることなんで、うん、まあ祝ってくれてるのかもしれませんしね、100回おめでとうっていう。そうですね。うん。実際、まあなんか100物語あるとそういうのがあるんでしょ ?100 回目終わると。そう。ね。生首が浮いてますとか。そうなんですよ。女性の悲鳴が聞こえるとかね。もしかしたら聞こえるのかな?もう聞いたことありますよ。なので、まあ、なんとか無事100回ということで。はい。リスナーの皆様のおかげでここまで来れた。そうですね。まだ続くようなので。ので。じゃあ次回の100物語まで。はい。今夜のお相手は神田秀俊と小原武史でお送りしました。なんか神崎さんの方のろうそくがすごい踊ってるんですけど、ね、さっきから、ね、なんかちょっと減り方が全く違うんですよね。さっきスタッフの方も言ってましたが、ちょっと不思議な声が入ってる回もあったみたいですね。そうですよね、らしくて、なんかちょっと僕サイドの方が何かいるのかな。さっき飛んでたもこっちサイドでしたもんね。そう。まあ、めでたいことじゃないですか。めでたいことですかね。
でもね、こういう話してると、やっぱりこの世とあの世の壁が薄くなって、うん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 、なんか、こんにちはってしたくなるでしょうかね。やっぱり寂しいですかね、そういう霊の方々も、うん。そうかもしれないですね。前も言ってましたもんね、やっぱこう気づいてもらわないと、やっぱりなかなか、そうまた来た来た、頑張れないというか。そうだそうだって感じですか、これは。でも本当に神崎さんの方が、ろうそくが短い、ね。同じ時期につけたのに。ね。これちょっと寿命じゃないでしょうね、これ。何の寿命ですか。僕の寿命がもう。いやいや、まだ早いでしょ。早い。でもなんかそういう話はありますよね。ろうそくのこの、どっかの世界にその人の魂の寿命のろうそくが立ってるみたいな。ありますね。それが消えると、みたいな、ね。うん、明らかにろうそくがね、成分が違うのかな、これは、ね。ますます勢いを増してっていう感じですけど。うん、あ、そういえばね、うん、最近ね、聞いた話でね、うん、異世界の話って、はい、たまにあるんですけど、うん、有名な話で、例えば、キサラギ駅の話とか聞いたことあります？いやー、わかんない。キサラギ駅。はい。なんか、掲示板に書かれてた話なんですけど、うん、ある人が、うん、まあ、電車に乗って、うん、たんですけど、うん、存在しない駅で降りたと。はいはい。で、そこからちょっと怖い話がいろいろ続くんですけど、うん、まあ、そういう存在しない世界に迷い込んだみたいなね、はいはい、話を、うん、僕も聞いたことがあって、はい、久高島にね、うん、ある人が子供時代、はい、遊びに行ったんですよ。うん、そして、まあ、あ、ごめんなさい、久高じゃない、大島だ。あ、大島。大島って、車で渡れる南城市の島ですね。あ、はいはい、大島ね。はい、で、大島に行って、うん、で、まあ、子供だから、島小さいんで、探検しに行ったんですよ。うん、そしたらいつの間にかね、知らない場所に行ってしまって、すっごいでかいガジュマルが、一本入ってたんそうなんですよ。はいはい。そのガジュマルの根元に、うんうん、なんと郵便局があったんですね。なんかファンタジーですね。で、中入って、なんか、わけわからない雑誌を読んでたら、はい、局員の人が来て、うん、あなたここ、あなたのいる場所じゃないからねって言って追い出されたそうなんですよ。で、外に出たら、うんうんうん、今度は、なんか、鳥みたいな、細長い顔をした男の人ともう一人がいて、はいはいはい、人間じゃないんですよね。うん、で、片目がなくて。片目がなくて鳥のような男の人。で、その人たちに睨みつけられたから急いで帰ったと。はい、で、お母さんにその話したら、うん、まあ、一緒に行ってみようってことで行ったら、うん、そこにはガジュマルとかないんですよ。ただ普通の道があったと。いう話を聞いたことがあって、たまにね、人間ってそういう異世界に迷うことがあるようですね。そうですね。よく帰ってこれたというか、その人間、なんですか、鳥人間の世界？何の世界でしょうね。で、そこでね、文字が書いてあったんですよ。おー、はい、ところが、はいはい、人間が羅列するような文字じゃなくて、うん、意味がわからない漢字が入ってたりとか。あ、一応でも漢字なんですか？うん、漢字だったんですね、その人はね。でも有名な話で、うん、異世界に迷い込んだ時に、うんうんうん、幽霊の文字が書いてあったと。その世界に全部。幽霊の文字？日本語っぽいけど日本語じゃない。あ、なんか韓国語、ね、中国語？いやー、それとも違う。なんか喋ってる言葉も微妙に。そうなんです。なんか違うみたいな。パラレルワールド的なやつですね。なんかね、人間ってたまにそういうところにふって入ってしまうような瞬間があるようですね。これ、なんか明らかにそういうね、うん、普段見ないものがあるとかだったらいいですけど、もしかしたら知らぬ間に入ってたりとか、ね、気がつかないうちにそういう世界にいるとか、あるかもしれないですね。そうですね。もしかしたら今ここの、今そうかもしれない。もしかしたら僕の方だけろうそくが減ってるのも、世界が違う？何かが早い。何かが早い。時間の流れがここだけ変わってるみたいな。ね、だんだんまあ今日なんか、
怖いことが起こるかもしれませんので、起こったらまた知らせてください。もうそれも101回目に。101回目に。ぜひぜひご報告をさせていただきます。101回目の怪談話。怪談話で。僕は死にませんと。生きてます。はい。大丈夫か。だんだん年老いていってないですか。そうです。いや、まだ大丈夫です。大丈夫ですか。まあなんか異世界の話とかもあったらね、うん、ぜひ教えていただきたいですね。はい。そうですね。ぜひぜひ。はい。皆さん100回ありがとうございました。ありがとうございました。今夜のお相手は神田圭俊と小原武史でお送りしました。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。ポッドキャストも配信中。詳しくは概要欄まで。